こてつワールド。はい、本日は、青木よしこさんと、米田ういさんにお話を伺います。青木さん、こんばんは。こんばんは、お願いしまよろしくおす。願いします。米田ういさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたしおま願す。いします。はい、今日はね、私、こてつの方が、スタジオにおりまして、米田さんは貝原ですね、今ね。はい。それから、青木よしこさんは今、奈良県を移動中ということでね。はい、はい、移お動話中を伺でいす。ます。まず、青木よしこさん、聞こえますか？はい、聞こえてます。はい、今、ズームで、車ちょっと止めてもらって話してるという、ね、はい、ことでございますが、青木さんは今、奈良県にね、移住になるんですか？そうですね、奈良県に移住してます。でも丹波の仕事も今やってて、はういちい。ゃんと婚活をやってます。あ、なるほど。奈良県から婚活をやってらっしゃるっていう人も、ちょっと初めて、丹波でしかも会場がということなんですが、ちょっと私ね、わからないので、まあ、ラジオをお聞きの皆さんはもうちょっと、なんのこっちゃいなということなんで、それでは、丹波にいらっしゃいます米田ういこさんですね。はい。婚活とは何ですか？婚活って本当の婚活だね。そうですね。私たちがやってるのは、一応その丹波でアウトドア婚活という形で、まあ、丹波の、自然に囲まれた、まあ、場所を使って、まあ、例えば登山であったりとか、こう今までだと、まあ、登山であったりとか、こうお寺で謎解きをしたりとか、ちょっとこうアウトドアのテーブルを作ったりしたりとか、ちょっと毎回、内容を変えて、はい、まあ、アウトドアっていうのをテーマに実施してます。それはほんなら毎回企画は同じことはしてないってことなの？はい、毎回内容は変えてます。はい、場所も変えてます。変えてそれってね、企画準備する方からするとね、ます。はい。大変ですけど、同じ場所で、ね、来る人が変わるんやったら、同じようはない。中身でしたらいいんですけど、またなんでそんなことになっているんですか？まあ、そもそも、まあ、この婚活イン丹波実行委員会っていうのを、まあ、立ち上げてやり始めたのが、まあ、私とまあ、金子ちゃんが、まあ、たまたまというか、いろいろ縁があって出会って、で、お互い、まあ、私はウェディングの事業をしていたっていうのもあって、で、まあ、こう、出会いをやっぱりこう、求めてるっていう声をやっぱりこう、周りから聞くことが多くて、で、まあ、なんかそういう場から作っていけたらなっていうのをこう、ぼんやり、まあ、丹波に戻ってきてから思ってた時に、ちょっとまあ、金子ちゃんと出会って、で、まあ、金子ちゃんも、まあ、周りからそういう声があって、したいと、まあ、思って、いて、それがまあ二人のタイミングが重なったというか出会いと。で、まあ一緒になんかできたらいいねっていうことで、この婚活イン丹波実行委員会っていうのをまあ立ち上げて、することになりました。はい。これちなみにいつ頃からやってはるんで3年前かな、マキングちゃん。2021年が初めてじゃないか。ああ、そうだね。9うん。月。うん。だからちょうど、あれ？3年前やね、ほんなね。そうです1、ね。2、今が3、34。年目に入ってるっていう感じですかね。はい。コロナの時に始めたので。ああ、そうそうそう。うん。めっあ、ちゃほんコロまナや。禍に始めた。ほら、ほしたら、結構最初の頃はコロナの中やから、集まるの、なかなか大変というかね、企画大変やったでしょうね。そうですね。ちょうど緊急事態宣言とかも出てる中で第1回目をしたので、まあどうかなっていうのはあったんですけど、
まあ基本的に私たちそのアウトドア婚活っていうだけで、あって、その外で、まあ屋内じゃなくて基本的に外での開催っていうところもあり、まあ逆にコロナ禍だからこそ本当に出会いがなくて求めている方たちが多くて、私たちが思ってたよりも、すごい参加者の方、お申し込みがあって、第1回目、すごい盛況に開催することができました。ああ、なるほど。ほな、企画する側では非常にね、どないやろうと思ってたけど、蓋を開けてみたら、参加者結構予想外やったってことなんですか？そうですね。めっちゃ多すかっごたいですですよね。ね。で、2021年から年に何回か定期的にやられてたんですか？2021年は、一応第1弾、第2弾と開催して、第1弾と第2弾は、一応2日程設けてやったんですね。なので、2021年は4回開催しましたね。何やったっけな？ 背第景1向弾こう。は登山で場所変えてやったのと、第2弾はお寺で謎解き、場所変えたのと年代を変えたね。あ、そうや、そうや。お寺もその同じお寺やなしに、まあでもお寺の住職もね、ここで。すごい愉快な住職。ああ、なるほどね。まあ、愉快な住職さんもね、結構、町内に、ね、いらっしゃいますからね。すごいたくさん話をしてくださって盛り上がりました。まあですか、でもね、面白い話もたくさんね、してくれるし、ちょっと変わったとこ言うたらなんですけども、普段あまり行ってない人にとると、ちょっとね、やっぱり、パワースポットみたいな感じしますからね。そうですね。なんか、そこで出会うと、なんかパワーもらえそうな なん気かしますもね、んご利益ありね。そうな感じしますよね。で、2021年はまあ4回ね、それコロナの中でもね、やられたということなんですけど、去年はいかがでしたか？去年は、2回ですね、去年は。2月と10月に10しまし月。た。いやね、そうやね、マキロン。10月やったっけ？10月の29日とかじゃなかった？それハイキング、丹波の森公園。思い出した。めっちゃビンゴ作りました。ああ、そう、すごい力作のビンゴ、マキンコちゃんが 下見して、フィールドビンゴっていうのを、登山の時には、皆さんにチームごとに持っていただいて、各チーム全部違うんですけど、それをこう、きっかけに、お話しするきっかけにと思って、ネイチャーゲーム、ビンゴを作りました。フィールドビンゴや。フィールドビンゴ。フィールドビンゴ。はあ、ちょっと聞くだけじゃ、なんのこっちゃ。要は、ビンゴって紙にこう穴開けていくじゃないですか。そういうイメージなんですけど、まだちょっと。そのビンゴの、丹波の森公園にある植物とか、そういうものを題材に、マスを埋めていったんです。ビンゴ数字じゃないですか、普通だと。その数字のところが、丹波の森公園にある植物とか、そういうものに入ってる。写真が。なんかまあ、面白そうな 感じはしますけど。ちなみに今年はいつやられるんですか？今年は、もう来月なんですけど、6月10日にします。場所はもう決まってるんですか？場所は、悠々の森でします。これはちょっと第一弾と一緒の場所にはなるんですけど、内容が、アウトドアクッキング。
ということで、みんなで、ちょっと美味しいアウトドア料理を作ろうという、内ああ。容で開催します。悠々の森ですから、確かにね、屋外で。あそこは、バーベキューしたり、ね、いろいろされてますので、天気が良かったらね、その広場でね、やってもいいし、雨が降ったら建物、屋根の下もね、あるし、まあ、いいですね。だいたい毎回何人ぐらいの規模でされてるんですか？毎回だいたい、こう、各、男性、女性ともに、各10名とか12名ずつぐらいで、してますね。なるほだから、ど。最大でも、まあ、こう、定員30名までぐらいの規模で開催をしていて、次回も、一応、12名、12名で募集をしています。ちょうどそれぐらいがこの、婚活のパーティーでは一番いい人数になるんですかね。まあ、やっぱり、こう、全員と、こう、会話というか、コミュニケーションが取れる人数が、まあ、だいたいこのぐらいが、まあ、ベストかなっていう、あまり多すぎても、やっぱり顔と名前が、この人数でも結構、なかなか、やっぱり、ね、皆さん、初対面の方ばっかりなので、一致しないっていう、方も多いので、まあ確かにアウトね。ドアでやるので、ちょうどいいかなと。まあ確かにね、多すぎると、誰が誰やわかる 順番に話してたら最初の人だったよなって。そんなことはないかね。と思いますが、今なんか美味しそうな料理出てますけど、今回は、料理を一緒に作るような企画になってるんですか？そうですね。グループごとに分かれて、料理を作っていってもらおうかなという、いいですね。ね、やっぱり食事をしながらというのと、やっぱり自分たちで作りながらっていうのがね、ちょっと話のきっかけができそうな感じですね。自然学校でやったみたい、野外炊事みたいにわちゃわちゃやりたいなと思ってます。子供の頃に戻った感じでやりたいなって。ああ、なるほど。もう最初料に理は今日ね、大人集向けまでらすれけた時にね、今日は昔呼ばれてた名前でね、呼びながらとかいう、やったら確かにおもろいな。というようなことで、本日は、ね、奈良県に、移住されました青木よし子さんと、丹波市にいらっしゃいます米田ういこさんにね、お話を伺っております。米田さんの方からリクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか？ミスター・チルドレンのギフト、お願いします。ええー、曲ですね。さすが。選曲がいいですね。ありがとうございます。今日はね、奈良県の天川村っていうところでね、まあ、引っ越しされました、青木よし子さんがね、ちょっと天川村ってね、やっぱり丹波の人知らない人が多いかもしれませんので、もう天川村行って、1月か2月になるんですか？今で、一月とちょっとぐらいです。ほんなら、大体天川村の中、うろうろ、一回りできましたか？すごく小さい村なんで、住んでるところを自転車で走り回ってます。自転車で 走り回れるっていうことは、あんまりこう坂はないの？坂だらけです。すっごいしんどい。いや、それ、なんか、自転車やったら大変じゃないですか。電動アシストかなんかやないと、ちょっと坂、大変じゃないですか。もう頑張って登ってます。まあ、きつかったらね、おっしゃええから。
前回もね、一度、行かれた時にお話を伺った時の私が覚えてるのは、なんか温泉がすぐ近くにあって、ね、温泉入ってきたよっていう話を聞いたんですが、はい。毎晩行かれてるんですか？温泉は週に1回ぐらいですね。あ、あとはもう自宅の自風呂。宅で、はい。はい。営まあで業時も、間が終わっちゃうんです、いろいろしてたら。あ、そっか、まあね、仕事の都合もあるかとは思いますのでね。で、今、青木よしこさんは、天川村で何をされてるんですか？今は森林管理の勉強をしつつ仕事をしてます。で、最近は測量とかも勉強を始めました。何？測量って、なんかこう、地図上のなんか測るやつの測量ですか？はい、山の中の地図を作るっていう。そんな仕事してんの？を、今、手伝ってる状態ですけど、これから徐々に勉強していきたいなと思って。最近聞いた話ではそれこそね、衛星から来る GPS の情報でなんか測定したりしてるって話を聞いたんですが、非常にね、昔はメジャーとね、トランジットみたいなんでこう覗いてたみたいですけど、実際にはその GPS の情報を元に地図を書いていらっしゃるんですか？はい、私はまだできないですけど、同僚の方ができるんで、それを手伝いつつ教えてもらおうかなと思ってます。ああ、そう。それまた、非常にすごい技術ですので、ね、いろんなとこで使えそうで、ごっつい強み発揮できそうですね。そうですね、今、山の問題はいろいろあるんで、ね、そうん。こできたらいいかなと思ってます。ああ。でも実際にその、非常に、科学的な GPS と言いながらも、実際には山の中を歩かないとダメなようなことは聞いたんですけども、実際山の中歩かれてるってことですか？はい、まさに歩いてます。めっちゃ大変です。なんか丹波市でも山の地質調査ってね、されてますけども、なかなか地権者のね、一緒に、確認してもらったりという作業もあったりで、なかなかはかどってないようなことをお聞きしますが、天川村の方はいかがでしょうか。天川の方はまだ分かってはいるんですけど、やっぱり丹波と一緒で代替わりしてたりとかで、はっきり分かってないところがあるんで、今からそれを同僚と一緒に調べていければなと思ってます。あらまあ、でもね、地元に住んでる人やったらいいですけど、なかなかね、出て行ってしまってる人の、おね、アポを取ったり、するのは大変やと思いますけども、同僚の方と一緒にと言われましたが、今は2人で作業されてるんですか？そうですね。山の管理をするために2人今年一緒に入ったので。で、同僚の子は奈良の、森林大学みたいなところを卒業してるので、すごく詳しいんで。ほう。まあ、ほんなら、2人、まあ、その山の問題を、まあ、解決すべく、ね、採用されているというすごい任務を負ってますので、これ、なかなか、大変やと思うんですよ。ちなみに、任期というか、何年でどの程度の仕事というのは、ある程度聞いてるんですか？任期的には3年ですね。で、まだ、なんていうか、これから本当に始まったばっかりの仕事なので、私たちが作っていくっていう感じです。ほなまあその山の管理を、ね、今から、まあ、どないしようかいうとこから自分たちで考えて決めるということですか？
そうですね。まだ本当にどないしようかのとこです。あ、そう。いや、ではい。も、他の地域では、こんなことしてるとか、あんなことしてるっていう事例は、やっぱり調べられてるんでしょうね。ね、調べてはいるんですけど、まず一応、役所の方からこういうことをやってほしいっていうのは言われてるので、なるべくそれに沿った形で、そこの地区の山を自分たちが思い描く森へ変えていければな、と思ってます。ある程度その自分たちが企画とか思い描くような森に変えていってもいいよと、まあ、森ってそんなすぐそう。ね、3年ぐらいじゃ、変30わ年らなといかんですけど。100年とかかかりますから、気の長い話ではあるんですけど、まあ、その企画というか、下地を、を作る仕事です。まずまあで測も、量して。すごいね。まあでも、丹波の森もね、丹波の森構想でね、やっぱり30年とかね、それぐらいのスパンで決めてらっしゃったのでね、やっぱりそれの基礎を作れるって、面白いっちゃ面白いですね。そう、面白い仕事やと思います。ねえ。まあ、その代わり、責任重大でございますがね。ね、でもまだ何にもね、分かってないんで、うち自身が。あ、そう。まあ、地元の人も多分、なんか、どっかからなんか2人来たけど、何すんじゃろうっていう感じですかね。ね、で、向こうの方は、すごく山に対して、こうお金にするっていうところに、こう、山でお金になる仕事をっていうことを考えてはるんで。いや、まあ、いろいろ、まあ、個人の持ち主さんも、それなりに、研究してはるということですかね。そうですね。個人の持ち主さんでしっかりやってはる人はもうすごくしっかりやってはったりとかしてるんで、こう丹波みたいに結構放置林が多いわけじゃないので。あ、そうですね。確かに、なんとなく、ほんまに、ね、天川村と聞くだけでも、本当山ばっかりのとこなんで、もうね、山でね、ね、仕事されてる人が、やっぱり多いのかなと思うんですけども、実際にその専業でやられてる方も、現在もいらっしゃるんですか？現在、天川村だけで、専業っていう形でやってる方は、30人から40人って聞いてます。ああ、でもそれの人数がね、まあ多いのか少ないのかちょっと比率からわかんないんですけども。まあでも。は旅館街なんで、旅館やってる方が、オフの時にこう山に入ったりとか。ああ、なるほどね。まあ、ここらで言う、ね、農繁期に農業してやってると、サラリーマンやってるような感じですかね。そんな感じです。で、天下はでも婚活やってくれって言われてます。おお、米田さん、また天川村の方へ出 張天サービ下スに出行張かないとサーダビメスですね。です。米田さんは、天川村の方は行かれたことあるんですか？ いや、まだないので、ちょっと夏は避暑に行きたいなと。ほんま涼しですそうなんね。で。いや、確かになんか高いところみたいな感じがしますんでね。ぜひとも、丹波とね、交流していただいて、婚活もね、広めていっていただきたいと思いますね。また面白いアイデアが湧くかもしれないですね。そうですね。本日は、奈良県にお住まいの青木よしこさんと、丹波市にお住まいの、米田ういこさんにね、お話を伺いました。ラジオを聞きの皆さん、またね、いや、婚活やってんやったら、その参加したいわっていう人がね、いらっしゃるかもしれないので、これ、どこへ申し込みしたらいいんですか、米田さん。婚活イン丹波実行委員会のホームページがあります。
インスタグラムやフェイスブックもやってるんですけはい。ど、一応ホームページからお申し込みがいただけますので、はい。ぜひ、なるほど。ご確認ください。本当にお友達作りでのご参加も全然 OK な、はい。気軽に参加いただけるイベントなので、お待ちしております。それでは、ホー人ムとペー人ジとのの縁を方つなぎたいって言ってやったんで。ね。はい。なるほど。それでは、ホームページの方からお申し込みください。はい。もしわからない場合はですね、805丹波の方へもご連絡いただきましたら、つながしていただきますので、ラジオ沖縄さんもぜひご参加ください。それでは、どうも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございありまがしとうございました。た。それではまた来週。さよなら。